はい、YouTube の皆様、こんにちは、こんばんは、はじめまして、はじめまして、当店の方もよろしくお願いいたします。私、今ね、京都の方に来ておりまして、今回は、軍人病院というね、心霊スポットがあるということで、ちょっとね、そこ行っていきたいと思います。まあ、名前の通り、戦争時代に使われてた、野戦病院があったと。まあ、この軍人のためにね、作られた病院が、山の結構奥の方に、ね、あったということで、それでちょっと僕ね、本当にそれがあるのかどうかをね、調査しに来ています。実はですね、そこって、建物自体はもう取り壊されちゃったらしいんですよ。ただ、跡地として残ってて、跡地になってからも結構その心霊の言い訳が、だいぶ強いみたいで、そこに肝試しをしに来たね、若者たちがですね、なんか、電車で引かれて、破壊してしまったらしいんですよ。はい。で、しかもそれもその、軍人病院を探してる道中に、あれ、ないないないなって言ってて、その一人だけが、もうちょっと探してくるっていうので、一人で勝手に逃げ出していったら、どうやらその電車に、ね、引かれてしまうという、そういう事件だったらしいです。で、そっから、ここね、だいぶ、話題になったらしいです。はい。まあ、ここって言ってもまだそこついてないんですけど、今ちょっとそれらしきところをね、こうして歩いてます。ってことで、ちょっとあとは行ってみないとわかんないんでね、このままちょっとね、山の方をね、目指して、軍人通りの跡地ね、目指していきたいと思います。はい、ってことでね、行ってきます。イエイ。祭りやってるじゃないですか。ああ、やってますね。臨時の電車が出たりとかって言って、本当はそっちがメインなんですけども、ね。ああ。まあ、こんな感じで。あ、本当だ。よく撮れてる。はい、ありがとうございます。お気をつけて。はい、すいません。よし、行こう。はい、ということでね、近くで、大変電車のホームが近いんで、撮り鉄の方がね、いるんですよ。で、ちょっとこの奥に、カメラ戻ってこい。軍人病院があるってことなんですけど、こちらが教育そのメインの軍人病院じゃないんだけど、もその廃旅館としてなんか一家心中があったんだか、そういう系でね、心霊スポット扱いされてるとこみたいですね。はい、ってことでちょっとそのままね、先進んでいきますか。今日はここはあんまりメインではないので、ただ荒れてるますね。なんだこれ、めっちゃ荒れてますこれ。ないですかね。タオルがこうして飾られてますよ。ここの情報はでもあんまないんですよね。噂によるとなんか夜逃げって説が結構強いみたいなんですけどね。あ、またさっきの撮り鉄の方のね、この目当ての電車が来たんですかね。って感じになってますこれ。奥の方に行きましょうか。こうして奥の方に行くんですけど、だいぶちょっと今夕方時なんで薄暗くなってきました。階段きついっすね。この奥にその戦時中に使われてた病院があったってことなんですけど、
果たして本当にあるのでしょうか。これなんかきつい。でもこれ昼間はいいんですけど、夜は確かに雰囲気すごいあると思います。こういう竹やぶの中にある峠道なんで、あの福岡県にある十三仏みたいな、そういう雰囲気が出てるんじゃないかなって予想されますね。じゃあちょっとこのまま進んでいきましょう。あ、で今ちょっとたどり着くことができたんですけど、あのお墓がねたくさんあるんですよ。ただこれそのあるお墓というのがですね、やっぱりその軍の携わってる当時日本兵だった方のねお墓がこうして並んでおります。この奥にあるのかな。お、すごい立派なお地蔵さんが出てきました。すいません、失礼します。これはお墓なのかな。ここを治める仏様ですかね。すいません、ちょっと通らせていただきます。少しお地蔵さんが並んでます。結構経ってますね、年月がね、こう見るだけで。会社がありますね。昔のこれカルフォラー2かな。近くに民家があったんですかね。本当であればどうやらここがその軍人病院に行くルートらしいんですけど、まあこれ事前調査でも一応確認はしたんですよ。どうやら行けないんですよね、今。ここがもともとはこういうルートで来たんですけど、あまりにも京奈飯に来る方が多いということでこうなっちゃったんですね。でも結構立派なもんですよね。本当になんか大きい施設とかでなんか使われてるような、そういうもんですよね、あれ。まあ書いてあることがその静かに、近隣の迷惑になります、静かにしてくださいで、たと立ち入り禁止ということで。ちょっとこれ、この通常のルートはいけないので、ちょっと違うルートからね、潜入していきたいと思います。ちょっと、されたことで、ちょっとね、いろいろあったんですけど、なんとかその軍人病院にね、着くことができました。で、今ちょっとあの、なんか見えますかね。僕のこの、今の後ろにあるのが、その、軍人病院の跡みたいですね。そういう感じが残ってますね。結構本当に山の奥で、近くに有名な神社があるんですけど、それを登った上にあるんですよ。結構ね、これえげつないルートにこういう廃病院というか、こういうねコンクリート状の廃墟のような建物があると、やっぱりこうなんかそういう心霊スポットの噂が立たないっていうのが多いという、そういう印象ですね。すごいな。取り壊された後にこういうなんか竹とかでね、ここに覆われたそうで、もう本当に残留物というのは一つもないみたいです。このコンクリートの瓦礫だけみたいですね。
で重機どうやって来たんでしょうね。取り壊すって人も。これが欲しい。綺麗なあの更地になってるんで、なんかここも何かあったんじゃないかって感じしますよね。あーでこれがまさにその軍人病院って言われるきっかけになった像が書いてあるんですよ。金2600年記念海軍大将の頃の名前がね書いてあるんですよ。ここはそうまさにね、本当に活発的に使われた軍事のため の, その病院じゃないかって言われ噂の元になったという遺跡品になるんですかね、これ。記念って書いてあるの、記念って。ここになんかね、また珍しいの書いてあるんですよね。何かのこうなんか宗教で使う、なんかこの仏教とかそういうのでなんか使いそうなね、この磁石方位の原型だったね、存在されるものがね、こうしてあります。京都御所、宮城。まさにこれ、東ですよね、宮城県が出てるってことは。すいません。違うぞ。今これはどうだったんですかね。なんか女神様というかその弥生時代の方のようなそういう現れというか。いやー立派。なんかあの三蔵法師。でもね、ちょっとなんか日本版のなんか三蔵法師って感じのねにも見えますね。ちょっとただすっげえな、ほんとちょっと虫除けすごいですもんね。さっきから吹きまくってると思うんですけど、蚊がすごい寄ってくるんですよ、ここ。なんて読むのあれ、いやーでもね、これがなんかここに本当に兵隊のためのねその病院があったんだよって言われてもなんか納得できる絵というかそんな感じがしますよね。はい。ただそのさっきのその廃病院跡と言われてるところは壊したけど、なぜかこれはね壊されないんですよね。なんですかね。であとこれ軍人病院とも言われてるんですけど、実際はそのビルマ修道院とも言われてるんですよ。はい、ということでちょっとね一旦戻ってまた夜ちょっとねしたいと思います。もう見せるとこは見せたんで、あとはちょっと検証だけはねちょっと夜やっていきたいと思います。じゃあちょっと一度ね車の方また戻って涼んでからまたね夜ね来たいと思います。すいません失礼します。あの想像した通りの雰囲気でしたね。重産物みたいな。この雰囲気はやばい。夜もねここを訪れてきたんで、これちょっとね検証していきたいと思います。まずはちょっとこうあの昼間に回ったところをもう一回ちょっと見てみますか。結構でもわざわざやばいっていう話なんですけどね、ここに来ると事故にあったりとか不良のとかそのじゃあ行方不明になった一人の
クがここにたどり着いたのか、ちょっとそこはね真相は分かってないんですけど、だとしたら僕も今一人なんで結構危ないんですよね。来ました、ヒューマに見た石碑ですね。本当はだからその昼間のあそこの立ち入り禁止の階段とかで行けたってことですもんね、ここまで。いやーこれ雰囲気やば。でも片目はちゃんと開いてない原因は気のせいですかね。あ、本当に傷ついてるみたいな感じですよね。何持ってるんだろう。ですね、写真を撮ってみますか。結構心霊写真も撮れるっていうふうに言われてるんで。今さ、足なんかこの足元らへんに顔認証が5個ぐらい出たな。とりあえずここはこの辺でいいですかね。はい、僕じゃない人にちょっと検証をお願いしたいと思います。はい、ちょっとプードルちゃんよろしくね。よし大丈夫だ。え、めっちゃ赤い。それっぽいのは映ってないんだけど、やっぱ赤く映るね、ここ。結構人びょうとして私行ってきちゃったのもね、こう見てわかるんですけど、この辺もそうなんだけど、ラクターがすごい落ちてるから。はい、本当に赤い。なんでこんな赤いの？だんだん赤くなるんですよ、俺も。全部赤いな。あれなんかこう回るなこれ。
何これ、なんか1個だけ積んであるのがある。ギミ。8? 何あれ、なんか飛んでるな。新企画ってわけじゃないんですけど、まあいろんな心霊 YouTuber さんがちょっと、ね、やってることをねしたいと思います。トリックフィールド、これちょっとあのね電磁波を測る機械なんですけど、なんか幽霊がいるところには電磁波が帯びてるところがあるっていうふうに言われてるんですよ。でこれをやるとスピリットボックスをすると、あ、これはこの電磁波が大きく取ってるところでスピリットボックスをやると幽霊と交信するっていう説もあるんで、ちょっとここで一回トリフィールドがあの電磁波を帯びるかどうかやっていきます。もちろんこれ普通のあの電気がつながってるところだとめちゃくちゃ反応するんで、ここはね電気とか全くないんで反応するわけがないんですよ。ではちょっとやっていきます。あ、でもちょっと反応してるな。ちょっと一周してみますか、これで。0.5 が今のところ最高か。今これちょっとすごい反応したよね。ん？ここ強いな。え？ちょっとここでスピードボックスやってみますか。こちらにどなたかいらっしゃいますか？ここにはあのかつて病院だったって聞いたんですけど、本当ですか？それで心霊スポットって言われてるんですよ。あーでもラジオ入っちゃうっすね。すいません、ラジオが入るとこじゃこれ意味ないなと思ってるんでダメですね。まあ下が軍曹がいたけど代わりに。あーちょっと惜しかったですね。初めてトリフィード使ってトリフィード反応したから、ここ電気とか携帯の電波全然ないんで楽しみだったんですけどね。はい、プードルちゃんね迎え行きますか。プードルちゃん大丈夫？あれ、携帯電源落ちてんじゃん。まあいいや。プードルちゃん怖かった？そっか。じゃあ今日もありがとう。じゃあ今日もありがとう。じゃあ今日こんなところなんですけど、もうちょっとこれね、あの病院の跡地スコールショットの体験証をしていきたいと思います。めっちゃ音鳴るんですよ。めっちゃここね、音鳴りまくってるんですよ。汗もすごいんですけど。待って、足だ足だ足だ。
何持ってきたの。どっからこれ石降ってきました。え、竹やぶの上に挟まってたのこれ。たまたまなの。いやでも絶対石だからここに来るとこないんで、上しかないんですよ。あ、待って、ちょっと見てほしいものがある。それってそういう仕組みってこと？いやでも上照らすと竹やぶしかないんですよ。何だったんだろう。なんかめっちゃ意味不明ですね。最後なんかなこの頭上、この頭上地に何意味は。竹が降りて降ってくるとかじゃなくて石なの。わけわかんない。仕組みが知りたい。いやちょっと今日のところはすいません、ちょっとここまでにしてちょっとね、守っていきます。すいません、お邪魔しました。失礼しました。ちなみにこちら、あの昼間で回った時とかも正直話しましたけど、ここが本当はそういう病院とかじゃなくて宗教施設になる予定だったっていう説がね結構上がってるんですよ。なんか建設する前に倒産しちゃって作れなかったっていう説がね、なんか一番現実味があるらしいです。はい、皆さんお疲れ様です。無事にね撮影終了してね戻ってくることができました。ちょっと汗でもうシャツものびのびで髪型もちょっとおかしいことになってるんですけど、今回行ったその軍人病院なんですけど、噂ではその軍人関連の方の、まあ、病野戦病院だったっていう話だったんですけど、実際はなんか修道院を建てようと思ったけど途中でその会社が倒産しちゃって建設途中で辞めたっていうのがね一番信憑性が高いっていう風にね言われてるんですよね。その周りには戦争で他界された方々のねお墓があったんで、そういうことから来てるんじゃないかっていう説ですね。調べていくうちにだんだんそこにたどり着いたんで、僕も今回は実はそんなにないのかなとか思ったりしたんですけど、最後のあの検証してる時の石がドンってな落ちてきた時、あれほんとびっくりしました。あれほんと打ちどころ悪かったら大怪我ですよ。はい、一番ね命の危険をね感じましたね今回の撮影は。なんであの石が上から落ちてきたのかはね未だに分かんないんですけど、竹やぶの間に挟まってたんですかね。そう、それがうまい具合にあの頭上注意っていうのと噛み合ってて、いや本当に怖い体験しました今回は。まあ、多分あの頭上注意は竹やぶとかそういうんじゃないかなと思うんですけどね。いや本当に今回心霊要素以外でもいろいろ学びましたね。はい、蚊の怖さ、
家上から降ってくる怖さ、はい、いやー本当にいろいろ今回勉強になりました。はい、ってことでね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。 See you。失礼します。じゃあこの中で行ってみましょう。わあ、確かにこれなんか書いてありますね。高級食堂だったようですね、これ。うわ、当時の家屋がそのまま残されて、当時の生活習慣そのまま残ってますね、これ。出すのか、中身はね、取ってあるけど、他が、そのまま残ってる。重たいもの関連が。何か買ってたんですかね、これは。本当はこっちが玄関。これも倒壊しかかっちゃってますね、もう。ここはちょっとね、軽くもう写真撮ってね、そのまま上がりますか。あ、でもこれ2005年までは活動してたっぽいですね、これ。どうなってるかもよくわかんないですね、これだと。はい、 YouTube ご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。はじめまして、またはじめまして、相談員方もよろしくお願いします。私本日は京都の北部の方に来ておりまして、今回そのお送りする場所がですね、あのロシア病院とね言われる場所に来ております。今まさに僕の背後にあるのがそうなんですけど、太平洋戦争中では5000名の従業員がねここで働いてたそうです。結構今来てるのが6月になるんで、だいぶね茂っちゃってるんですよ。本当はここ夏に来るのはおすすめしない時期なんですけど、ここにもなんか数字書かれたと思いました。ゲームの世界を今歩いてるみたいですね。トンネルの奥じゃなくてやっぱり手前にあったんだ、何か。だからあんま喋んなかったんか。悪液退散、悪液退散、病原ウイルスかかる前に手洗いうがい、手洗いうがい、予防しましょう、陰陽師、レッツゴー、イエー、Yeah. Yeah. Yeah. 自粛なお